APEC は1989年の発足以来、およそ四半世紀にわたってアジア太平洋地域の経済成長に重要な役割を担ってまいりました。この間、我々は幾多の経済的困難に直面しましたが、各エコノミーの努力と相互の連携でこれを克服してきました。今やこの地域は世界全体の GDP の約5割、貿易量の約4割を占めるに至っております。まさにアジア太平洋の世紀が到来しました。このような繁栄を実現するために欠かせないのが交通であります。より多くの人と物をより早く、より効率的に、そして安全に運ぶことで、この地域の成長は一層加速されます。高品質のものづくり、きめ細やかなサービス、統合されたシステム、正確なオペレーション。例えば、日本の新幹線には日本のこうした特徴が凝縮しております。新幹線だけではありません。首都圏では毎日850万人の通勤・通学の足を地下鉄が支えていますし、狭い国土に高度な技術を導入して建設した空港や港湾などご紹介したいものはたくさんあります。私たちがこのように積み重ねてきた経験が何らかの形で皆様のお役に立つならば、これほど嬉しいことはありません。